はい、それではね、今回は2012年第1回第1問問い5番のね、回答解説をしていきます。早速ね、問題文読んでいくと、ある生物に関する文書中の空欄、項と差に入る5の正しい組み合わせを下の位置から5の位置から1つ選び、回答番号は5ってことですね。まあこれ、図さんね、まあなんか見たことありますね、皆さんね。ボロボックスですね、ボロボックス。ね、はい、じゃあ下の文書読んでいきますよ。水田や最高章に生息する緑藻類の何とかは、ね、これ何とかはって、これ図さんのことですけど、これ何かなって、これ今言ったボロボックスですね、ボロボックス。ボルボックスね、大ひげ周りとか日本語で言ったりしますね。で、このボルボックスは2本の弁毛を持った、細胞と弁毛のない細胞が数百個から数千個集まって球形となったままであるとかね、これ細胞分体とかやつですね。で、このように一定の数の細胞が離れずに集まって生活しているものを何て言いますか。細胞分体、今言いましたね、答えね。細胞分体、他にもね、ボルボックス以外にもね、四つ目もとかね、なんか言う通りなとかありましたね。あるのありました。ね、細胞分体他にもありますけどね。まあよく出てくるのはこのボルボックス。ね、大ひげ回りさんです。ね。はい。まあこのボルボックス、細胞分体、しっかりとね、まあ、セットで覚えておきましょうね。はい。まあ回答の番号は、この大ひげ回り、ボルボックスと細胞分体っていう組み合わせになっているボルボックスですね。はい。知識の確認ですね。はい。これで2012年第1回第1問の回答解説を終わりにして、次回からはね、2012年第2回第1問の、ね、回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。